じゃあ小川誠さんお願いします。はい、この間友達が美味しいさつまいもをまた芋かよ。もういいよもう。そうなんです、さつまいもを芋とかぼちゃの話はくれたんです。でその芋っていうのはあんまりあのお店とかで買えなくって、普通に取り寄せとか、あのどこの名前は忘れたんですけど、それちょっと有名な芋だったんですよ。でそれで2つくれたんです。2つくれたから、あ、じゃあ家に持って帰って焼き芋にして食べるねって言ってもらって、でそれでお母さんに、私これ自分が好きなタイミングで焼くからほっといてって、食べるタイミングで焼くからまた計画的にね、スタバに行く時みたいな、そういう計画があるから触んないでねって言って、お母さんにはでもやっといたんですよ。したらですね、その日、その日ではなかったかもしれない、またこれですか。近辺でお母さんがすごい酔っ払ってた時があったんですよ。で酔っ払ってて、お母さんお酒が大好きなんですよ。でずっと飲んでて、それは別に良かったんですよ、いつものことだから、いいんですけど、そして焼き芋を夜中の10時ぐらいに焼き始めたんですよ。酔っ払って、酔っ払って、でそんで誠は焼き芋焼いたから食べなとか言ってすごい明るく言ってくるんですよ。もう私プチってきちゃって、しかも夜のもう10時だと、私は8時以降食べないって言ってるのに、しかも私のすごい大事にしてた焼き芋をその何酔っ払った勢いで焼いたんですよ。しかも1本じゃなくて2本焼いた、もう残ってないんですよ。でそれで本当に怒ったし、お母さんも喧嘩になって、なんで焼いたのって言って、私こんな時間だったら食べないし、どうしてくれんのって言ってすごい怒ったんですよ。したらもう、じゃあいいよって言って、お母さんが、そこにいとこがたまたま遊び来てて、で妹いとこに食べなって、誠怒って食べないからって言ってあげてたんですよ。でそれで私もそれも急に食わなかったんですよ、私の芋なのにと思って。でそれでそのいとこが、でも気を使って半分食べるって言ってやってくれたんですけど、嫌だって言って私食べなくって、もういいって寝るって言ってその日は寝たんですよ。で朝起きたら1個だけテーブルにポンって置いてあったんです、昨日の焼き芋が。私は考えたんですよ、いやでもこれは1個しか残ってないし、次食べれるのはいつになるか分かんないと、でも昨日お母さんと喧嘩したし、ここで食べたら私の負けになると思って考えたんですよ。して、チンして食べたんです。最後早かったな、負けた、ちょっと離れすぎたなと思って、普通にこう、なんか遠浅の海だってマリアナ海峡開口かよみたいな、そういう話ちょっと早かったで、皆さん分かった通り、親戚の子供がなんか言ってくると思っていいでしょ、幅が広がっていいでしょ、子供の話ですからね、これ一つ、ね、お母さんが喋り出したらフリスク食べるようにしてます休憩だから、休憩だからね、シャキッとした方がいいよね。俺も置いとくわここに。なんでですか、結構なスピード、あれあれあれ、まあ